取ってますね。横向きで頭と胸があって、心臓と肺があると、お腹の中と。こちらはこれは正面から撮っていくと、頭と胸があって、心臓、黒いところが肺で、お腹があると。この子の、まあ、頭があって、胸があって、お腹で、お腹の中になんかここら辺がおかしいんだよね。で、すごいこう黒い、黒いのはガスなんですけど、ガスが溜まってどこにもよもよもよってなんか塊があるですね、に見えますね。あとこういうところにもちょっとガスが、普通こんな風には膨らんでこないけど、腸が、これ腸のガスです。腸が押しよく、だってよく、で心臓も若干大きいかもしれない。で正面の写真映せない、これではちょっと心臓がうまく映し出されなかったんだけど、こうお腹があって、こちらこれぐらいの大きさなんですよ。でそれも中になんかこう黒いのがあって、もや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 と、多分腫瘍だと。で若いからさ、まだ普通腫瘍ってやっぱり年齢がいってから出るケースが多いんですよ。だから若いとさ、成長が早いんです。だからこうあっという間に大きくなってきてるのかなと思います。で腫瘍の時に大事なのが転移、悪性かどうかで、レントゲンでそんなに悪性か良性かわからないけど、こんな大きくなるのは多分悪性かもしれない。ただし転移するんですよね、悪性だと。そうするとこう肺に転移するケース、近くのリンパ節に転移するケースが多いんですけど、少なくとも肺はこれ、心臓はちょっと大きいかもしれないけど、肺は転移してるような所見ではない。真正面はちょっとうまく取れない、胸は取れてないから、ちょっと何とも